キャスリングは、チスにおける指し手の一つである。キングとルークを一手で同時に入れ替える特殊なルールを指す。キャスリングは、キングをルークの方向ににます移動し、そのキングをまたぐようにルークを移動することによって、なされる。キャスリングを行うためには、以下の条件が全て満たされていなければならない。キングが一度も移動していない。ルークが一度も移動していない。 ルークとキングの間に駒が置かれていない。キングがチェックされていない。キングがまたぐマス及び移動先のマスに敵の駒が効いていない。キャスリングは一回のゲーム中に一度だけ行うことができる権利である。非常に効率の良い手なので、ほとんどのプレイヤーが好んで使用している。しかし便利な反面、この手は守らなければならない条件も多い。クイーンサイドとキングサイド。 クイーンサイド、キングサイドキングトルークの初期配置まだキャスリング、していない状態キングスイドキャシリング、おう、おう、クイーンサイドキャシリング、おう、おう、オーチェスにおいて、自分の駒を一手で二つ動かせる手は、キャスリング以外に存在しない。キャスリングは義務でないが、ほとんどのゲームで白黒ともに頻繁に行われている。しかしその仕様については、いくつかの条件がある。 ジスのルール公式戦でのルールとマナーの2番目の項目、手についてを参照のこと。なお、キングとルークが同じランクに存在する必要もある。すなわち、縦方向のキャスリングは必然的に禁止されている。実戦におけるキャスリングは次のような形になる。これらはあくまで一例であり、他にも様々な形がある。 白のキングサイド、キャスリングの一0白のクイーンサイド、キャスリングの一0黒のキングサイド、キャスリングの一0黒のクイーンサイド、キャスリングの一0一般的には、例を使用する。O の方は、PGN などで使用される。AB 白の場合は、クイーンサイドの B1 のマスを、黒の場合は B8 のマスを指す。この制約は、1972年に、 ファイドに採用された。この制約がないと、ファイル E のポーンがプロモーションして、ルークになったとき、バンの両端のキングと、ルークで垂直に長いキャスリングができてしまう。これは、マックスパムによって発見され、制約ができる前にティムクロバによって、彼のジョークチェスプロブレムで使われた。ありがとうございます。